Santiago、はい、これはよく決めてますね。よくこれで第4セット埼玉アギオベが取れました。セットカウント3対1、埼玉アギオベです。サーブを練習の方が1セットのところを狙ってきます。ここはセッターから得意な形。ただ常時ね、よく使えれば、まあ、これも監督の判断ですけども、そういう選手の一人です。上手です。今度は立ち上がり、まあ、よく真ん中使ってますね。そうですね、山崎もね、はい、もう完全に落ちましたね。あれは攻撃を進めることができたかと、もっともっと生かしたいですね。そうですね、ええ、まあ面白いですよね。今伝統が真ん中で作戦リードはどんどん苦労のカーブ。このセッターからコモスピアゴが切りました。はい、なければ良かったですけどね、はい、強烈なスパイクですが、もうこれは完璧なスーパーブロック。この方はサンティアゴ、うん、テクニックのボールコントロールでした。そしてサンティアゴ、センターに入ってきました。センターを使ってきました。いやー成長しましたね。やっぱ苦労の壁、これはセンターから立ち上げ、ここできました。
ました。今のは岩瀬のあのトーク。はい。